験があるんですね。それぞれちょっとずつ対処して、で連携をして、このピークではどんなのかもしれない、このピークではどんなのかもしれない、分析するんですけども、カラムにかけて分離する前の資料、反対の上の方から流した遠心分離後の上積みです。それも同時に電気データで分析します。マイクロテストチューブに取る。さらに試薬を加えます。50% グリセロール、10ミリモーラーグリセン酸 pH7.6、1% SBS、0.01% BPB、1% D メイクテタノールという試薬なんですが、青い色がついたやつで、青い色はですね、BPB という pH の指示薬なんですけど、シリーズになります。手袋をして蓋を開けて、マイクロフィペットで5マイクロリトルを加えます。で、手で振り混ぜて、指で弾いたりして、攪拌してやってください。で、パラにかけて分離した後の、このピーク、このピーク、このピーク、見てたもの、というのを並べて、電池として経過を比較するというふうにやります。もう一つ、皆さんが、先週の実験で使ってきたアクトミューシンですね。こちらの方も電気度で分析するんですけれども、この皆さんの冷蔵庫に入っているアクトミューシン、これは、氷の上に取ります。で、高塩濃度干渉液で希釈して、前、SABS ガス測るとき、0.75mg/ml の量で 1ml を作りましたけど、それと同じ容量で計算して、各区間のタンパク質濃度から計算してですね、4mg/ml の量で 1ml を試験管に作ります。作ったら、それを混ぜて、振って混ぜてですね、その全部、1ml 全部を透析チューブに入れて透析します。アクトミオシンはですね、高塩濃度の干渉液 0.6 モーラー形式で受けているんですけども、塩濃度が高いとですね、電気度がきれいにできません。特に KCL、カリウムイオンはですね、電気度が相性が悪い。で、それを除去するために透析を行います。で、今日の透析外液は、10ミリモーラーグリセン酸 pH7.6 0.1% SBSから5mmol の2名の線を飲むというやつになります。で、冷蔵庫に入れて一晩置いてですね、特にカリウムイオンが電気量を妨害するので、それを除去するというのが、この操作になります。で、皆さんは手袋を使って自分の歯のチューブをつまみ出して、外側を引っ張って拭いた後、この中にですね、透析チューブをこのアクトミオシンはですね、このチューブに取ったうち50マイクロリットルをまた、別の 1.5 ミリリットルのタッパに入れてプリントします。そして、昨日まで使ってた、青い色素が入った電気栄養治療用の酸素液ですね、メンパクテロンドルに入れて、それを50マイクロリットルに入れて電気栄養してもらって電気栄養していたします。電気をする前にですね、還元、加熱して還元するという操作が必要になります。チューブに100マイクロリットル電気動量使用ができたら、95度にしたアルミブロックインキュベーターが来ますから、そこに置いてください。5分経ったらすぐ戻して、手動に戻してください。全部で5つですね。この資料を分子用マーカー、それと一緒に電気テープに載せて電気テープで